こんにちは。こちらのハンドルですね。このパーツですね。これが、5つ同時に出来上がったので、これを取り外してつけて、精度など見てみたいと思います。今回は、増強のスピードをですね、一番遅いスローにしてみました。ファインですかね。パリパリ外れますね。ファインのモードはやっぱり綺麗ですね。かなり、わ、随分綺麗だ、本当に。ナイフですね。こっちに行って。折れそう。わ、折れそう。よいしょ。おお。外れました。これが取れた。それから、この辺りも。ハンドルの手元の方はだいぶ取れてきてるんですね。ここだな。ひっついてるな。よいしょ。これ、サポート材、下からのサポート材全くひっついてないですね。よいしょ。よいしょ。ああ、非常に綺麗ですね。ちょっとはめてみましょう。よいしょ。あ、はまりましたね。うまくいきます。労力少なく、すごく、精度の高いものができました。ちょっと時間は2時間半ぐらいかかりました。これで2時間半は長いな。よし。よし。これかな。あ、あとはもう、ハンドルとホルダーはあるけれども、この、ネジがないという状態ですね。これはどうも、ちょっと造形がうまくいってなくて、よいしょ。まあ、どうにかなりそうですね。本当に綺麗に造形できてますね。
よいしょ。この部分がですね、よく、折れるので、最近補強をしました。ここに、ちっちゃなリブを入れてですね、ここが折れないような対策を施しました。いいですね。もっと3つ、ギアを作れば、このセットが、できるということになります。以上です。